にちは。よし、ガンフィーです。よし今日はですね、去年の年末にラファのフェスティブ500というイベントがあったんですけど、8日間で500キロ走るというイベントで、これの、結果どうだったかというのをですね、まとめて、おこうと思いまして動画を撮っています。で、なんとですね、グランピーの中で唯一達成したのが彼ですね。正直言って余裕だったですねで一応距離的には僕が2位、2番やったと彼が500何キロ走って504キロで、僕が212キロ半分もしてないですっていう状況やったという感じですね。で、その走ってみて、どうだったかっていうのと、でちょっといろいろ発見があったので、それとで、来年の今年のフェスティブ500の、向けてっていう話でいこうと思います。では、どうでしたか。いやもう余裕すぎてびっくりしましたね。来年は余裕すぎた。いや来年は750キロか1000キロぐらい走ろうかなと思って、ね、まあ、余裕だったんですけど、がっつり膝をやりましたね。膝に来た。がっつりちょっとしばらく回復不能な膝それどういう風に走っていったんですか。まず最初は60キロとか30キロとかで走って、300キロまでは通勤とかちょっと朝早出してとかで、まあ終わらして、で最後の1日丸1日使って200キロ走ってきますね。なるほど。そうしたら膝が行きましたね。最後の200、いや徐々に悪くなって200キロでとどめを刺してきました。それ足が動かんなったとかですか。踏み込めなくなったっすね。坂で全然使えなくなったんで、まあ、最後の60キロぐらいはもう左足だけ出してなるほど。左足、あ、固定ギアやからそれができた。まあそう、固定、まあ僕らだったら左足1本で十分だ。あ、そうだ池田さんみたいにギアードで200キロとかそういう感じにならないんで。なるほど、なるほど。でもそんな感じだったっすね。なるほどな。そしたら今年はどうするんですか。今年はですね、もちろん達成目指すんですか。いや当たり前じゃないですか。すぐ達成しますから。僕ここからどこまで伸ばせるかっていうのが勝負だと思ったので。いやー1000キロぐらいいっちゃいましょうかね。1000キロぐらい、1000キロでいいんですか。750キロでしょ。750キロでしょ。ちょっと減らしとく。ちょっと減らしとく。いやでもいけんじゃないかなと思うんですけどね、1000キロ。まあでも今年の、去年のフェスティブ520万人ぐらい参加してるんで、はいはいはい、それのトップの人はもう3000とか言ってるから。まあもうじゃあ3分の1余裕ですね。3分の1ぐらい。1000キロぐらいは今年はいけるかな。1000キロぐらいは今年いけると思うんですね。ちなみにその今年はルートとかどうしたんですか。今年はですね、あんまり考えずにただ芸備線沿いをちょっと走ってみたかったんで。芸備線、電車沿い、電車沿いですね。走って庄原越えて、なんだっけ、なんかちょっと山奥まで行きましたね。山奥ってあれ、あまり上りとか意識せず行ったって。電車沿いなんて激しい上りは少ないんですよ。なるほど。ないことはないんですけど電車登れなくなっちゃうんで、線路沿いはいいっすよ。線路沿い適度な車道で。なるほどな。なるほどな。もう雪も綺麗でしたし、寒かったっすけど。雪が綺麗だった。なんかボトルが凍ったの。ボトル凍ったのは多分2日目だったと思うんですね。寒波が来てる時だったんですけど。寒波、なるほど。いやそれも景色めっちゃ綺麗だったさ。なるほどな。朝日で白く輝いてみますよ。もう何してんだろうなとか思いやらしてたんですけど。服装はどれで行ったんですか。服装ですか。今日と変わんないですね。あ、これで行った。つなぎで。いやもう腰が冷えないようなするやり方ですね。ちょっと腰痛くなってくるんで。持ち物は。持ち物はもう今日と変わんないですけど、パンク修理セットと普通のトレントシェルと。あ、なるほど。それ普通の日の装備で行ったの。いや僕もいつもストイックなんで。なるほど。いつでも200キロ走る体質で僕走ってます、ね、ああ、じゃあ、まあ、そういうことか。もう来年もうバッチリですよ。バッチリ。それちょっと膝が悪いんで、そこら辺も意識して鍛えようかなと思います、ね、どう鍛えていくんですか。来年、いや今年のフェスティブ500に向けて。今
今年のフェスティブは、まあ、フェスティブ1000に向けてなんですけど、フェスティブ1000 いやまあ膝がとにかく悪いので、まあちょっと整体とかそっち系行った方がいいんかなと。体のメンテナンス、それとちょっと体力の衰えはあの水曜日にちょっと極楽寺登ってきたんですけど、ちょっと心拍の衰えとかもやばいなと思って心拍ちょっとそれ意識して通勤であのケーデンス高めでちょっとバーッと回してバーッと回してちょっとそこら辺変えて走っていこうかなって思ってるのと、ちょっとあれですね、オフロードで、オフロード、オフロード、あの太田川沿いのフェスティブ500にはオフロードが有効と。いや、あそこをダッシュしたら相当来るんで、心臓に。なるほど。それとあの 体幹、体をちゃんと使えるように、もうそういうのを意識して、してなるほど。で、まあ、結局シングルで言ったら、負荷がめっちゃ高いんで、とりあえず全体的に鍛えるっていうので行こうかなと。全体的に。それ通勤の負荷を上げるって言ったら、やっぱ軽レースとか。まあ、いつもやってるんですけど、信号止まって、うんうん、ダッシュですよね。ダッシュ、インターバル。インターバル。で、まあちょっとあれですね、あの休日のちょっと長めのサイクリングを増やしていこうかなと思うんですけどね。そんなんで、もう僕はもう来年、今年余裕やと思います。なるほど。膝っすね。膝。じゃあまあ、たけちゃんはそんな感じで僕はこんな感じで。僕はどうしようかなって考えてるんですけど、僕結局、はいはいはい、今度は僕の話で212キロ走ったんですよ、はい、うん、1日で終わるっすね、1日で終わるで、まあ、どうやって走ったかっていうと、はいはい、あの8日間ある中で最初の1日に結構注力したのね、はい、100キロ走ってましたね、100キロ一番最初 の日付変わってすぐにもうパッと寝てパッと起きて朝3時からこうガーッと走ったわけなんですけど、はいはい、そこでどれだけ走れるか、はい、でこの次の8日間決めようと思って走ってみたんですけど、1000じゃない100キロ走ったら結構しんどい、はい、でそこでちょっと体力もちょっと欲しいなと思ったんですよね。であとやっぱりこう時間がない、時間がない時間がない、いつ走ったらいいんやろうと思ってですね、休日がそもそもこう、まあ、年末やったんで後半はもう帰省に当ててしまうんで走れないと。だから結構こうぎゅうぎゅう詰めにしないといけないんですけど、はい、全部こう勤務の普通の通常の日やったんで休みがないと、はい、そしたらやっぱりこう朝走るか夜走るか、まあ、どっちかで走らないといけないというので朝バーンと早起きて行ったのと、で夜、お店が終わった後行くという2つでなんとかしようと思ってやったんやけど、1日目の100キロがなか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 尾を引いて、連続で行くのは厳しいな。ちょっとあれですね、だいぶ来てますね池田さん100キロ走った後その日の夜走ろうって気にならんかと、さすがに。それはなんかあれですね、結婚してからあれですね、ちょっと歩んでますねだから次の日は夜、次の日は朝みたいな感じでこう、はい、こう変わり番組で走った。で、走っててフェスティブ500でちょっと面白いなと思ったのがあって、はい、そんな走り方するといつもの生活では見ない景色を見るよね、はいはいはい、例えば、まあ、100キロ走ろうとしたら、まあ、距離ちょっと遠くまで行かないかから、ね、山の奥で 朝日を見るとかね、はい、そんなこともないやないですね。でそういうのとか、あの森の中でこの朝日が上がってきた時のあの空気の美しさというか綺麗さ、あれがねなんかすごい良かった。それは僕も空気がなんかすごく美味しい。いやもうひんやりとして、ひんやりとして、あの車も全然通ってないしめっちゃ走りやすいしっていうのはすごいなと思って、景色の良さ。正直あのその後の出勤のちょっと晴れやかさがちょっとあったんですけどねあ、そうそう、あ出勤したらあのテンションが他の人と若干違うかった、ね、もうね最初ちょっと死にかけてたんですけど、それはくちゃ復活しよう、うん、なんかちょっとこう超回復していく、超回復っていうのはあった。で今年、はいはい、どうもちろん達成しよう思う、うん、でもおそらく去年と同じようにもうがっちり全部走れるような時間を確保するっていうのはおそらく難しいと思うから、はい、1回でチビ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 走っていくんだけど、そのチビチビの距離をちょっとずつこう増やしていって
達成したのかなと。まあ1日200キロ走れば3日で終わるっすもんね。1日200キロ連続で行ければいい話だ。朝行って夜行って200、3日で終了っすね。でそれをするためにどうしたらええかなと思ったんやけど、どうしようかと、はい、まあ、さっきの問題でそんなにもうがっつり時間はおそらく取れないから、じゃあいつ自転車に乗るんやって言ったら、自転車の通勤、通勤しかないっすね、通勤しかないなと。そこしかないっすね。通勤で体力つけようとしたら普通の通勤じゃダメなのよね、はいはい、だからさっきのインターバルの話じゃないけど、ちょっと速くするでちょっと止まるみたいな、この信号を使っていつもより気合を入れて走ると。でもしくはあのさっき清水さんに言われたんやけど、タイヤを重たくする。もうシーラントとか入れまくればいい。シーラント入れてもう液体の山みたいなのにして走るとか、あとは、まあ、荷物を積んであのフルキャンプ装備ぐらいで毎日通勤する。これだったらあれですね、あの夜ロングライドしてそこで寝て帰ってきてもいいかも。そうだね、そんなのできるね。あの何やったっけ、エクストリーム出社。ああ、僕はやらないですけど池田さんならきっとできるっていうのとかで、はいはい、なんとかしてこの あとちょっとこう山際に行ってみるとかね、はい、このおそらく朝忙しいと思うんですよね、通勤ってガサ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 、ね、だから朝はちょっとそのインターバルなみたいな、同じ時間内にこうすごい負荷を増やすっていうのでやって、夜にちょっと今日距離をいつもより走ってみるとかでやったら、ちょっとずつちょっとずつあの1年かけて体力をつけていけるんじゃないかなって思ってる感じ。言ってギアドで500キロだったら余裕だと思うんですけどね。いやまあね、まあね、ギアドやったらまあいけると思うけど。こんなところですかね。そんなところですかね、はい、で、まあ来年はどうするんですか。スチームローラーで行くんですか。自転車で正直あのギアードで行けば全てが解決するじゃないですか。本当そこなんですけど、あの、まあ、こう全ての道に対していい負荷で走れるっていうのを、いい負荷で膝も痛くなくなるかもしれないし、まあ、何よりパワーのかけすぎが問題なんで。なるほど、なるほどね。全てギアードで行けば解決するんだと思うんですけど、多分それを皆さん望んでないと思うんで、僕はあのピストで行きますよ。なるほど、その方が面白いよね。あ、ピストで行った方が多分面白いと思って。なるほど、芸人や。芸人。まあ今それギアードだから出せないですよ。なるほど、もうギアードは乗れない。うん、乗れませんよ、フェスティブ500とか。フェスティブ500。だから、まあ、フェスティブ500ってすごいこの難易度が高いように思うんですけども、やっぱりね、毎日こう通勤とかでちょび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 体力をつける。大事だと思うっす。そしたらもしかしたら膝も大丈夫かもしれない。いやもう大丈夫だ。ちょっとサボりすぎたっすね、今年去年か。だからその毎日のこう繰り返しっていうのが意外とあの長距離走る秘訣かもしれないね。多分それは大きいと思います。という感じ。というところで終わり、まとめましょうか。まとめましょうか。はい、じゃあフェスティブ500、今年も達成を目指してですね、自転車通勤からまずはちょっと見直していかない、見直していってで、素敵なフェスティブ500を迎えられるように、達成できるようにですね、やっていこうかなというところです。はい、皆さんもぜひ自転車通勤、最初ちょっとから運動になるんで、ぜひ始めてみてください。はい、やらないけど、ただで全然ちゃうすからね。まあね、毎日車で通勤してるのを自転車通勤に変えただけでおそらく体力は変わるやろね。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ということで、フェスティブ500のですね、去年の、まとめでした。では終わりましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お前1000キロ走らなかったですよね。いやー、1000キロ行かなかったから言ったからね。いやもう正直今ぶっつけて今言ったけど、500キロ走る気なかったんで、こいつ怪我に残って半分以上の動画で撮ったんですけど。